はい、崩壊サードです。最新情報ですね。もうそろそろ1週間、2週間ぐらいで 4.4 ですかね。最後にちょろっと新キャラ紹介しますね。はい。ガチャは月白とシオン用ですね。で拡充ですね。こちらは月白が来ております。13日までか。あとはガチャ。確率アップか。これは使えるのかな？眠り姫も来てますが。星4の確率が 12.396% なのが 15.353% に上がっていると。まあ、いらないかな。この辺のイベントももう、だいぶ前に終わりましたね。全部もらえてます。私は1305日ログインですかね。2017年の1月14日からやってます。かなり間空いたりしていると思います。今やってるイベントは封鎖地帯、まあいつものやつですね。新しいのがこちらですね。書店だけ見ますか。太鼓の石が、25個。これも点数1万6000点、2万4000点超えないとこの辺交換できないんですが、こちらでも太鼓の石が25個ですね。ネゲントロッピー、虚数革新が15。天命が15ですね。あと、エコーがかけら30。こんな感じですかね。サム結晶も1個ですね。まあ、簡単だと思います。一応やっときますか。お試しキャラ使えますもんね。はい、こんな感じです。
この3つですね。1、2、3、困難、困難、困難ですが、こちら5000点満点ですので、この辺をちょっと、もうちょっと点数詰めてあげていかないと厳しいかな。うん、そうですね。はい。1万6000点までちょっと足りないです。4.4 ですね。こちらが、新しいキャラは初期 S の、ディランダルですね。生物属性で火の元素、炎元素になります。もう見た目がもろですよね。はい。殴ってもいるんですかね。蹴りが見えるんで、速すぎてちょっとわからないんですが、槍持ってるのに蹴ったり殴ったりしてるのかな。はい、11月20日ですかね。ガチャに来るのが20日かな。で、一番左の槍が、ネゲントロピー虚数革新で作れそうですね。150個で作れるのかな。真ん中と右がちょっとわからないですね。19以上の艦長ですね。ちょっとわかんないです。右が超弦武器ですよね。真ん中のやつを超弦すれば右になるのかな。ちょっとわかりません。学量ですね。あとイベントは13日から27日か。水晶とか太鼓の石、星石がもらえます。こんな感じですね。